微妙なところから開始します。オートハイビーム入れてあります。これで速度は30キロ以上になると、30キロ以上になるまではあれですね、強制的にローンになりますけれども、30キロ以上超えれて条件が揃えばハイビームになります。今の状態だと信号機の方で反応したって感じですけれども、またこれで30キロ停止でロービーム、これでスイッチまた入れます。これでまた30キロを超えれば、条件揃えばオートハイビーム、レバー的にはもう鼻とハイビームの方に入れといて、オートハイビームのスイッチの方を入れてある状態です。これも上の街路灯とかに反応してロービーム下がったり上がったり、今全然いじってないですけれどもしちゃってますけれども、これといってもう今のところは問題ないですけれども、やっぱり中途半端に下がったり上がったりは上の街路灯とかで反応しちゃって、やっぱりしちゃってるんで、上がったり下がったりしちゃってます。これでまた30切るとまた矯正的に下に下がります。アイドリングストップ終わって、すいません、これでまた30キロ超えて、これもまた今回は反応したり、結局は街路灯だとか信号で無駄に反応しちゃったり、あと反射板ですか、路肩とかの、それが結構派手に作動するので、ちょっと市街地走行は本当に邪魔って言っちゃあれですけれども、この大きいスズキには反応しないでなぜかですね。正直市街地走行だったらこれぐらいが、でも対向車さえいなければ上げといた方がいいんですけど、これで一回アイドリングストップかかっちゃったんで、ヘッドライト消して、これで再度オートハイビーム状態にしといて、対向車消えた途端に今度はちゃんと反応してくれて、前のまた反射板、青看板、踏切注意かなんかに反応しちゃったみたいですね。停止、30キロ切ったんで、よいしょ、これで30超えてやら、もう街路灯とかもないんで勝手に上がって、対向車さん来たんで勝手に下がりました。今回は通り過ぎて上がって、ちゃんと下がってくれます。このレベルだったら完全にまだ
真正面から少しの間っていう形じゃなくて斜めからの少しの間なんで、少なくとも自分の方としては許容範囲です。目が焼けるってことはないレベルで、斜めから曲がってきての下がる、ローピンに下がるって形なんで、自分としては完全な球大点出せます。なぜかここでも上に上がっちゃったりしますけど、ここら辺がほんと微妙なんですよね。これでまっすぐ行っちゃいます。これも微妙。前に車がいるんだけど、これはさすがに、あ、落ちてくれた。対向車がいるんで強制的に下げました。今回はオートビーム今切ってます。オートビーム、ハイビームの方は切った状態で、これでハイビームの方に上げちゃいます。速度が低いんで上がるってことはまずないんで、これでまた田舎道入ります。ちゃんと反応っていうか30超えたらハイビームになってくれました。田舎道、街路灯とかも、でも反応は誤作動してないですね。やっぱりさ、これがあるからもうこんな感じですね。実際のところコンビニの看板とかで反応は確実にというか誤作動のもとにはなりますね。対向車っていうか出てくる車がいるんで強制的に下げました。微妙。これで上げます。やっぱり GS 湯浅さんのところの看板等でやっぱり引っ張られてロビームになっちゃいます。これでまた上がっての、今度は関水さんの入り口のところの電気で反応しちゃってですね。これを強制的に下げます。これは現状下げてますっていうか、それでまたハイビーム、オートハイビームにさせました。これで沢藤さんのところで反応、もしくは右肩の対向車で反応したふうには思えないですよね。
車3000のところ。条件としては、はい、ちゃんとなってくれましたね。よかったよかった。自動車さんの大きい駐車場の南側通過前の反応してくれなかったんで強制的に下げました。まだ強制的のまんまにさせときます。また誤作動しちゃうとうまかないんで、今回の場合はハイビームにしちゃうとやっぱり前の車に迷惑かかるんで、前の車が通過視野から消えたんでハイビームにしました。40キロ焦った。でも前の信号に反応してるんかで、これでまた条件揃ったんで上がりました。辺も何の反応でロービームに変わったのかっていうのがちょっと微妙な判定ですよね。サイドの溶けコートっていうか路上のと紫色の LED の反応なのかではなくて、単に前の信号なのか。これでちょっとまた曲がりますと、で今のところはロービームばっかりで、こういう時に逆にまた上がっちゃうんだいね。今強制的に下げてます。対向車さんがいるんでアウト、止まる。オートハイビームオンにしといて、なんかまた嫌な予感がするけど、30キロオーバーで上がんな、 OK。 これが切れた後にフロントの1台けれども、今のところは街路灯の方の理由でハイビームになってない可能性が、あらーねー。49キロ、ローソンさんどう動くか。これはちゃんとなった。でも街路灯近づいちゃうと下がったり上がったり、まあ、ここら辺は日野自動車さん、沢富士電機さんのところなんで、夜中でも従業員さんが歩いてることもあるんで、ハイビームにしといた方がっていう判断は、正解は正解なんですけれども、対向車が来ても今回はちゃんと降りてくれました。半
間の OK。 どう出るか。ハイビームにした状態で対向車切れても反応なし、やっぱり引っ張られちゃうんだいね。本当だったらこういうところでハイビーム欲しいんだけど、で今頃になってこれでカーブの先に1台信号止まりがいるけれども、それにちゃんと反応してくれるかどうか。まあ、ちゃんと下がった。まあこんなところでしょうね。まだ自動オートハイビームにしてますけれども、ちゃんと反応した。今下がってるのは単に速度が低いからって形。30超えたらもう勝手に判断するっていうか、30キロ以下はもう強制的にロービームって形になってるんで、これはもうやむを得ないこと。まあここら辺は鹿とか出る場所じゃないんで、30超えたら勝手に上がって、30切ると自動的に落ちる。ここは何もないところだから GS 湯浅さんのところの南側でも、やっぱりなんか本当に勝手に反応しちゃうんだいね。今のところは順調だけど、また無意味に47キロ勝手に判断しちゃうんだよね。下がって上がってだから、なおさらちょっと前の赤信号で反応してそれで下がってっていうんじゃなくて、何かがちょっとずれてるっていう部分もあるけど、これでまた速度低下でアウト、アウトっていうか、と強制的にロービーム。これでまたハイビームじゃない、オートハイビームの状態のまんま、30キロ対向車来て落ちる、自動的にちゃんとやってます。ここら辺はちゃんとハイビーム通り過ぎたらハイビーム、対向車じゃなくて前走車がいるから、今回は早めに落ちてくれて助かりました。
たもうちょい試しますの。ビームなんで確認しやすいですね。と後ろが張り付かれちゃってるんで、なった途端に今度は上がっちゃって。